猫なで声になってますよ。50だよなってことですよね。あの中で4バイト、今日も山田さんはしっかり魚の位置掴んで、魚はもう完全魚っていうの1回だけ、2回ですね。2回か、あ、そっか。あれどこで何ですか。あそこの水門のとこでドライ、なんだっけ、ブルースホッグ。そう、あとなんだっけ。同じです。あ、同じか。スイミング気味で来たなってぐらい。あ、そうそうそう、そういうことか。それで2回。朝ダイス、あっちしか釣れる気がしないです。いや、こっち魚いないです。トップにしか釣れないです。トップにしか釣れないです、こっちは。もう一往復して登れるかもしれないんで。こう行って、こう、そこまで温めといた方がいいような気がするんですよね。そこら辺山田さんが釣ったんで、40何ここで釣りませんでしたっけ、1匹目。そこより下の当たりなかったとこをもう一回丁寧に、さっきさらっ、はい、なんだよっつって、そこら辺のどっかのへこみで来たーっていう。多分この時間だったらもう一往復ぐらいできると思うんですよ。よいしょ。P はいくらねじれてもいいからいいっすね。クリクリ問題が起こんなくて、それだけでもこれにするべきだなと思って。にゃー、大丈夫っすか。にゃー、大丈夫っすか。猫なで声になってますよ。お願いしていいですか。いけか。
りしなくてもいいよ。いけるか。よっしゃー。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ニャー入っちった。ニャーニャーでした。ニャー入っちった。恥ずかしいじゃねえかよ。よっしゃー、タヌキ、牛久フィッシュ来ました。ヤマタヌキのブラックダウンショット。いやー、ヘビーダウンショットで、やっております。牛久バス、小さいながらですね、お腹がプリンとしてて可愛いタヌキで、でベルサートの67ミディアムライトにグラビアスの組み合わせ P ラインでやっております。イエーイ。いやー、ちょっとこれ、こういう釣りやりたくて買った竿なんで、バッチリハマってくれて。いやー、牛久山でも山たぬきが効きますね。いやー、ちょっとこの前バラしまくってダメだったんで、ちょっと針のセッティングとかスーペリオの小森さんフックにして、シンカーも山田さんが具合良かったゴロスっていうなんかちっちゃくて重いやつに変えて来ました。ちょっと小ぶり、牛久にしては小ぶりですけど、一応サイズも計測しておきたいと思います。ですね、ヤマタヌキさんフィッシュは、ね、こんなもんね。何が入ったの？三八。三八。まあでも三八でもやっぱこの、これキロあるんじゃない？お腹の膨らみがやっぱり牛久ですよね。じゃあこいつは逃がしてあげます。あ、一応そうですね、ちょっと計測、あ、40ないのにキロありますね。どういう体型ですかね、キロ1040ぐらい、ありますよね。1050とかね。え、はい、タヌタヌありがとう。タヌタヌ、タヌキみたいなボディーね。おう、怒ってる。はい、で改めてタックルなんですが、こういう感じのヘビーダウンショットで、山田さんに教えてもらった、PE ライン 1.5 号に20ポンド、まあ5号ぐらいのフロロカーボンでリーダーを組んで、それにダウンショット 7g シンカーでやる、ね、これだとなんか足もまあ形によるんですけど、気持ちよく打てて、すり抜けが良くて、そんでもって当たりも取れて、で魚をかけた後もしっかりグイグイっとね引っ張ってこれる。なかなか本当山田さんが教えてもらってナイスリグ、まあこのトータルのセッティングだと思うんですけど、竿を固めの竿しか持ってなかったんで、これベルサートのミディアムライトを買ってようやく自分にもああいう魚が乗せられるようになってきました。じゃあ引き続き頑張ります。イエイ。はい、というわけで帰ってきました。牛久沼ね、ほんとね、一匹釣れると、ああ、釣れたーっていうね、嬉しいフィールドなんですけども、忘れないうちにね、どんなタックルで狙っていたのか、これをね、ちょっと今日はまとめておきたいと思います。まずね、タックルのところでいくと、まずリールがこれね、グラビアスのハイギアモデルに、シャロースプール、深溝スプールとシャロースプール、両方ね、グラビアスってついてくるんで、それの、シャロースプールの方を使って、それに P ラインの 1.5 号を入れて、投げております。そんでね、これね、リーダーをつけているんですけども、まあヘビーダウンショットっていう感じの仕掛けですかね。で、竿はですね、これ買ったばかりのですね、アブのですね、ベルサートっていうですね、新しい竿ですね、67の ML っていうことで、ちょうどね、こんな釣りとか、あとはノーシンカーの釣りで使いたいなと思った、竿なので、今回ですね、こういうヘビーダウンショットリグで使って、非常に使いやすかったなっていうことで、チューブラーなので、なんていうか先端まで針があるんですけども、ミディアムライトパワーっていうことで、多少このなんていうかバスが、ルアを加えた時に、なんだろう、持ってくれているというかですね。これが、これよりちょっと針の強い竿とかだと違和感を感じて、はってね、吐き出しちゃうのかな、なんていう印象があったので、この、ミディアムライトパワーっていうね、
魚が加えてからちょっと竿先がですね、魚を持ってくれるような、だけど、先端までちょっと針は欲しいなということでこのベルサートの、67ミディアムライトっていうねこの竿でチャレンジしてみております。より食い込みがいいような感じでね、釣りがしたい場合は例えばこういう感じで、ソリッドティップの固めのものを備えた竿なんかもね、こういった釣りには有効なんじゃないかなと思うんですが、まあ、手持ちの竿の中ではこのね、ベルサートっていうのがね使いやすいんで試してみております。でこれねダウンショットリグなんですけども、地味なところなんですけどこれ見えるでしょうかね。ベイトフックキーパーですね。これがね結構ねほんと便利なんですよね。こういう感じでピッとね、かけておけるんで、結構ちゃんと移動するときはねこのなんだろうこういう感じでね、かけてこんな感じにしたりしてるんですけども、まあダウンショットのこのブラブラするね進化の置き場ってなかなか悩むじゃないですか。まあ例えばこれがないときはここの隙間にね、かけたりするんですけども、まあこれがあるとこういう感じでねスッとね手元で保持しておいて、で釣り場で釣りするときはこうピッと外して、釣りが開始できるよっていうね、そんな感じですね。ピピピピピピピって感じで、ルアーの方ですね。これがこんな感じで、ダウンショットリグで組んでみましたヤマタヌキですね。これね非常に先日から当たりが多くて、でもねなかなか魚がかけられなくてっていうことでいろいろ針をね試しているんですけども、やっぱりエンジンのスーペリオフックが一番かかりがいいのかなって。結果ね魚釣れてくれたのもスーペリオフックなんで、こういう感じのねスーペリオフックで組んでおります。でですねこれポイントその2、これ見えるかな、タングステンのですね、サニーブロスのゴロスっていうシンカーなんですけども、まあ、カチカチの固めのシンカーですね。これはね、今回は固めっていう要素よりも、コンパクトなシルエットに仕上がるなっていうことで、こういったね、タングステンシンカーを使っております。っていうのも、結構、こういうね、小さなシンカーを使うことによって、ゴミを拾いづらいっていうね、そういう要素でね、使ってみております。あとは、まあ、このね、固めのタングステンシンカーを使うことによって、まあ、ちょっとしたそこのコリコリ感とかね、感じやすいっていうのもあるんですけども、今回はこの 7g にしては、コンパクトな、この感じのすり抜けの良さっていうところに、焦点を当ててですね、こんな感じのリグにしております。そしてこれね、オフセットフックでヤマタヌキを使ってるんですけども、ここのすり抜けの良さともう一つポイントはですね、ここ見たらわかるかな、これ映ってるかな。一回もね、針先を外に出してないんですよね。通常だと、こう一回針を出して、それで針先だけ隠すっていうね、こういうセッティングになると思うんですけども、ゲイリーワームの特性を活かしてですね、自分はああいった足際をテンポよく打っていくときは、針先がね、不意にちょっと外れて足を拾ったりするのを嫌って、ここ、針先一回も出さない。そういうね、セッティングっていうのを試してみて、結構ね、まあ、これによってちょっとね、ミスバイトしたりとか、ここのワームが弾けて、要はこう、バイトした時に初めてここが破れて、針先が露出して、フッキングに至るっていうことなんですけども、結構諸刃の剣で、細かく足のね、もう中に入れ込んでいくみたいなね、キャストを繰り返す時に、どうしてもね、やっぱどんなに隠してもね、一回針を抜き刺していると、なんだろう、ゴミを拾いやすかったりとか、あと根掛かりしやすかったりっていうことがあるので、そうね、針先を出さない&こういうコンパクトシルエットなタングステンシンカーを使うことによって、
ダウンショットなんだけどすり抜けを良くして、それでちょっと倒れ足とかガマのエリアにキャストを繰り返すっていうね、こういう感じでやっております。でここのリーダーの結束の部分はですね、こういう感じで FG ノットで結んで、その先はですねこれねアブソルートの20ポンドっていう、まあ、大体5号ぐらいの直径になるんですかね。フローローカーボンの5号みたいな感じのね、そういったリーダーにしております。ここも太めのこういう20ポンドっていうリーダーを使うことによって、こう、張りを持たせて、それによって不意に、なんだろう、足に絡まりついたりすることのないような感じでね、ちょっと太めのミディアムライトアクションで、メインラインのところは 1.5 号なんだけども、こちらのリーダー部分で糸に張りを持たせることによってそのゴミを拾いづらいっていう、まあこのセッティングっていうのが要はなんというかテンポよく打つために、全て調整しているっていう感じですね。寝かかったりしたりすると、それを取りに行ったり、ゴミを外したりとか、その間にもしかしたらその作業がなければ、1等でも2等でも多くね、キャストできるかもしれないっていうことで、そういう感じで、細かいことなんですけども、そこら辺を調整して、で、使うルアーはこう、ヤマタヌキってね、やっぱり、シンプルな形状で、何か物を、拾ってきづらい。そういう感じのね、だけど小型シルエットでお尻がプルプルプルってねちゃんとアピールしてくれるっていう、こういう感じの組み合わせですね。これを、テンポよくテンポよく、ちょうどいい感じの硬さなんですよね。これがねベルスアートの、ミディアムライトパワーっていうのがだいたい 5g から 15g ぐらいまで扱えるよっていうね、そういった竿の表記なんですけども、ヤマタヌキがだいたいおよそ 5.5g ぐらいで、まあフックを入れたらまあ 6g 近くになるんですかね。でそれにこの 7g の進化ね組み合わせることによって、ちょうど 15g に収まるぐらいの、セッティングになるので、これを気持ちよくパン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 ってテンポよく打っていって、そうするとたまにラインが走ったりとか手元にね感度もいいんでコココって当たりが来ることもありますし、でこういうセッティングなんですけども、結構ねこのベルサートってバットにパワーがあるって、まあ全体的にミディアムライトにしてはパワーのあるロッドなので、しっかりとこうフックセットできるこのワームをちょっとね、フッキングの時だけ破いて針先をルースして口にかけるっていうね、こういう一連の動きがしやすいなっていうね、こういう感じの、セッティングになっておりますね。結構ね最近お気に入りでこの竿を買ってからねこんな感じで使っているんですけども、ちょっとこういうベイトフィネスではないんですけど、最近小森プロとかが推奨している、まあ、ベイトフィネスよりちょっとパワーのある、ベイトワーミングって感じですかね。で、ダウンショットっていう感じでね、使ってみております。まあ、ダウンショットにすることによって、浅い水深の牛久沼とかであっても、ちょっとバスの目線より上にルアーが置いときやすい。じゃあ、ノーシンカー使えばいいんじゃないかと。まあ、ノーシンカーでももちろんいいと思うんですけどね。なんていうか、この小型シルエットを総重量でだいたい 10g 超えの状態に持っていって、で、目線より上に置いて、ふわふわさせるってなると、まあ、こういう感じの、ちょっとヘビーダウンショットみたいなね、こういうリグも、使いやすいんじゃないかなっていうことで。で、これグラビアスはね、ハイギアモデルを使っているので、これはテンポよくね、打ちたい、まあ、回収のスピードを上げたいっていうところと、あとはですね、結構この手の釣りで、糸が手前に走って、ふわっとね、走った時とかに、すぐにスラックを巻き取って、フッキング体勢に、入れるんじゃないかなって。
通常はジグストとかで使うときは、まあ、ギア比7台のものを使うことが多いんですけども、こう打って、なんだろう、糸の走りを待つような展開といったらいいのかな。まあ、なんかまあ、巻き取りを早くしたいなんていうときは、やっぱりこの、ね、ハイギアモデルがいいんじゃないかな。ね。で、こういったハイギアモデルね、本当アブでも、シマノでも、ダイワでもね、いろいろ出ていると思うので、まあ、お気に入りのメーカーで選んだらいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、自分は結構ブレーキの効き加減っていうんですかね、打ちやすさっていうか、このグラビアスがすごい使いやすいのと、あといざ大きな魚がかかった時のドラグ性能ですね、ここぞっていう時にドラグの仕事をしてほしいって時に結構ねうまいことを稼働してくれるんで、このグラビアスね、ベイトリールは選んでいて、で竿はこういう釣りで使うために最近導入したベルサートの 67ML ですね。本当これ買ってから具合のいい竿なんで、引き続きねいろいろと試してみたいと思います。まあね、このヤマタヌキとかね、こんぐらいのサイズのルアーをね気持ちよく使うためにね買ってみた竿なので、まあ、このヤマタヌキに限らずね、ちょっといろいろこれぐらいのボリューム感のワームとかね使うときに活用していきたいと思います、なんていうね、まとめをしました。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、牛久沼でですね、このヤマタヌキね投げてみたらナイスなバスが釣れたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。